白石アシマはアメリカニューヨーク在住の女子クライミング選手。日系アメリカ人。6歳からクライミングを始める。初期のコーチはオービキャリオン。2001年4月3日、日本人の両親のもと米国ニューヨーク市に生まれる。アシマという名前は父の故郷愛媛県新浜市アシマから取られた。父の9年はポッポとして知られる。 舞踏家で妻のツヤに誘われ1978年に最新アートの発信地でもあるマンハッタンのチェルシーに渡った。幼少の頃から両親に連れられてセントラルパークに通っていたが、6歳の時にセントラルパーク内の外に笑ってロックでボルダリングと出会う。この時、家族の誰もボルダリングというスポーツがあることを知らなかったが、足間がクライミングが得意だということに気づいた。 9年は毎日のようにラットロックに連れて行った。クライミングは知らなかった9年だが舞踏家として修練した経験から体の動かし方は教えることができた。アシマもフィギュアスケートを習っていたが岩登りに夢中になり体の動かし方が面白くダンスしているように感じた。ニューヨーカー氏はアシマをザウォールダンサーと評している。ありがとうございます。